今日は2021年5月25日阿南市役所に用事があるので阿南市役所地下駐車場までの車載です。距離が短いので往復分が1セットとします。もちろんですが市役所内部は動画はありません。スタートは美濃林町付近です。警察車両がいたので後ろを走りたくなったので後ろをついていくことにしました。市役所駐車場は地下と地上にありますが今回は地下へ行きます。車の背中が高い場合はやめた方がいいです。 2.2 メートル制限だった気がします。帰りは適当に美濃林町付近まで戻ります。今回は3倍速、距離は短いんで往復分が1セットや。本当はまっすぐ国道を走るつもりだったのですが警察車両の後ろ走るのが大好きらしく追いかけてしまいました。2.1 メートル高さ制限結構低いからキャンピングカーとかは気をつけんとあかんわ。
内はかなり短め。まあ市役所の地下駐車場行ったことない人に参考になればええんやな。何も参考になる要素なかった気がします。